こちらは今日オープンした広島スタジアムパーク広場の中にあるキヨンド広島です。はい、私は今このキノパークというスペースにいるんですが、遊んでいたおもちゃはもちろん周りもヒノキや杉などの木材が使われているんです。店内木の香りや子どもたちが遊具で遊ぶとその音、木の音が店内中に広がっていて、木の温かみっていうのが全身で感じられるような場所になっています。こちらの木のキヨンド広島は中四国初出店で、全国的に見ても 2店舗目なんです。キノパークの外側には木で作られたグッズのショップであったりカフェが併設されているので、大人や子ども全員が楽しめる場所になっています。そしてそのキヨンド広島から外に出てみると、はい、こちら芝生広場が広がっているんです。本当に広いですよね。そして左側を見るとエディオンピースウィング広島がそびえ立っています。18時30分からはサンフレッチェ広島の試合ということで、紫色のユニフォームを着た方々がたくさんいらっしゃいます。そんなエディオンピースウィング広島の隣にある芝生広場では、こちらボールやフリスビーなどが無料でレンタルできるんです。さらにこのボールだけではなく、サップなどの体験施設もあるということで、はい、遊ぶための施設もたくさんあって充実しているんですよ。手ぶらで楽しむことができるので、試合前に時間があったら少し寄って体を動かしてみるなんて、そんな時間の潰し方もありかもしれません。そして皆さん、体を動かした後はお腹が空いてきませんか？こちらの広場ではグルメも充実しているんです。私この前に体験してきました。広島ガーデンハウスでは、広島初出店のお店なんですが、広島の食材をふんだんに使ったピザやパンケーキをいただけます。吉浦のしらすと観音ネギのピザは、ネギのシャキシャキ感と甘み、しらすのうまみがよくあってとても美味しかったです。そして広島で人気のご当地グルメ、汁なし担々麺のお店もあります。広島汁なし担々麺翼セカンドの商品には紫キャベツが載っているので、サンフレッチェ応援したいときにはもってこいなんです。花山椒の辛さがしびれました。辛さが0から4の中から選べて、子どもでも楽しめるような辛くないメニューもあるんですよ。さあ、私がいただいたメニューはほんの一部なんです。周りを見渡してみると 1,2 回合わせて16店舗もあるんです。子供と来てもよし、家族で来てもよし、試合前に楽しんでもよし、こちらの広場、市民の憩いの場となりそうです。ホーム広島ニュースチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。